こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はこちら小物入れ周辺をちょっと外していきたいと思います。それで、まあ、今回リクエストいただいた形になるんですけど、といつも拝見させていただきます。とても参考になります。ありがとうございます。とありがとうございます。と30系後期アルファードハイブリッドに乗っています。と ETC の取り付け箇所の小物入れ外し方、特にバネ外し及び取り付けをご教授いただきたく、よろしくお願いします。ということなので、とこちらとちょっと外していきたいと思います。それで今回利用します道具の方が、とマイナスドライバーで、プラスドライバーで、10ミリのソケットとなっております。それで早速こちらの方を外していくんですけど、こちらを外すにあたってここをまず外しますって普通は思うと思うんですけど、ここからだと外れないんですよね。ですので、まずこことここら辺を外していきます。まずはこちらのカバーですね。こちらつまみを取りまして、こちらを引っ張ります。そうしますと、こちら簡単に外すことができます。それではこちらのパネルを外すことができましたら、続いてこちらを外していきます。これで外すことができました。続いて爪が3つありますので、それを解除します。解除できたら簡単に外すことができます。それでこちらのパネルが外せましたら、とこことこことここにボルトが出てきます。この3箇所を外します。であらかじめちょっと緩めたので、これでボルトを外すことができました。それではこちら3箇所のボルトを外すことができましたら、こちらを外していきます。まあ、爪で刺さってるので、こういった形で引っ張っていただくと外れます。それではこちらと外すことができましたら、コネクタを抜いていきます。とプッシュスタートのコネクタで、オートライトのコネクタ、あとはスライドドアのコネクタで、私は使ってないんですけど、多分 ETC か何かの配線ですかね。これ何もつながってないです。であとガソリンとボンネットを外していきます。ガソリンとボンネットのこちらのレバーの外し方なんですけど、こちら開いてあげると、ここに爪がありますので、これを手前側に引いて外す、もしくは上から押し付けてあげて外すことができます。ちょっと爪を起こすのはちょっと私怖いので、こっちから押してってあげます。ここを押して向こう側に押してあげます。おっと、これでこういった形、あ、ピント合ってたかなと外すことができます。これで一旦外すことができました。まあ、こんな感じになってまして、中は結構スカスカですね。作業スペースの方はかなり確保されているような形になります。それではこちら外しましたので、さらに裏のバネをとちょっと見ていきたいと思います。とちょっとカメラに対して顔を背けたりして、音の大きさがちょっとばらける可能性があるのでご了承ください。とこちら、こっちが外側なんですけど、外側にバネが1箇所で、あとハンドル側にもバネが1箇所あります。でハンドル側に関してはネジで止まってるから別にいいんですけど、この外側に関してはただ引っかかってるだけなので、ちょっと、まあ、注意が必要です。で、質問いただいた方、もしかしたら、まあ、この辺外したくて、こちらを外して、引っ張って、バネがちょっと飛んでっちゃったとか、まあ、そんな感じなのかななんてちょっと思いました。まあ、勝手な憶測なんで、間違ってたらすごい申し訳ないんですけど、でまあ、こちら、まず、ちょっと撮るのがすごく難しいんですけど、あ、撮るので撮影っていう意味ですね。こう撮影がすごく難しいんですけど、こちらのバネが引っかかってるだけなんですよね、ここに。でそのこのこう縮めてあげて
引っ張ります。そうするとこんな感じで取れます。もうほんとこれだけで止まってるので、ちょっとどうなんだろうなこの作りって、おっと難しい、どうなんだろうなこの作りって感じですね。続いて反対側を外していきます。反対側は、まあ、ネジを外します。そうするとこちら下側が外せますので、外したらあと上はただ引っかかってるだけですので、まあ、これもかなり作りは簡単ですよね、良くも悪くも。まあ、こんな感じで外れます。それで裏のネジが外れましたら、こちら蓋開けてあげて、真ん中にこうギュッと押し込んで外れます。でこれ下くにゃくにゃってやると、こういった形で小物ケースが外れるような形になりますね。こんな感じで、まあ、まずこことここがこうギュッとすることによって外せます。でさらにこの下に爪がこう引っ掛ける爪がありますので、ここを引っ張ってあげれば、まあ、外れるような形になります。外したので戻していきたいと思います。と戻すときはこことここを意識して下側をつけてあげます。これでまず第一段階完了ですね。これで入りました。で入ったらこちらを戻してあげます。これで戻りました。まあ、正直バネなくても私的にはこれでも全然いいような気もしなくもないです。でとバネを戻していきます。とこちらのバネをここですね、ここに引っ掛けまして、このネジのところに当てがって、そうしましたらこちらを止めてあげます。でこれでまあとりあえず一旦こうちょっと開け閉めしてあげて、まあ、こんな感じですね。で続いて反対側ですね。続いて反対側もこちらと、あとここの細長い穴を内に まずこちら上を入れてあげます。で続いて下側をこの細い穴のところに入れてあげます。そうするとこれでロックされます。もう簡単にぐにゃんぐにゃんですね。これで取り付けの方が完了いたしました。もし無理やり取ってしまった可能性があるのであれば、バネがちょっと変形している可能性があるので、ちょっと、まあ、部品の取り寄せが必要になるかもしれないです。こちらとレバーの方を戻していきます。レバーの方なんですけど、まあ、こちらに絵が描いてありますし、受け側にも絵が描いてありますので、そちらの絵を目印に戻してあげましょう。こちら、引っ掛けてあげて、押し上げます。あ、見えてなかったかなと。こちらも この位置に引っ掛けてあげて戻します。そうすることによってこちらロックされますので、続いてこの使ってない配線を戻してあげます。でこちら奥から黒い配線、グレーの配線、あとプッシュスタートですね。これでつなげることができました。そうしましたら、あとはちょっとまあ配線気にしながら爪があるところに爪をあてがってあげて押し込みます。これで取り付けの方ができました。こちらの方取り付けできましたら、
こちら3箇所のネジを留めていきます。これで取り付けができました。そうしましたら続いてこちら下側のカバーをつけていきます。奥側の、ガイドに合わせてカバーを留めていただいて、あとは爪3箇所を固定します。それでネジで留めていきます。これで取り付けができました。それで取り付けができましたら最後こちらにカバーを取り付けて押し込んで、固定して終了です。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。手順を踏んであげれば、難しい内容ってないとは思うんですけど、ちょっとそのバネと簡単に止まってますので、それ飛ばさないようにだけ注意していただけると良いと思います。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。